先生、先生、先生、つけいやあ、先生、キスだよ。運命の5日目がやってきました。レーゾンデート。何かあるな、何かあるかってはもう最終日じゃないかな。残っとる子供の人数的にもさ。さて、起きてすぐなんやけど、さてどうなる？いきなりなんかもう嫌な雰囲気しかないよな、これ。ほな、雷落ちて、真っ暗になって、もう感じ、なんかそれを誘ったからのように、なんか下うつむいとるもんな、リゼが。ロゼか。ロゼだよ。いや、いいイベントかな。お？油？何この匂い？油？油かた油。油かた油。どっからの匂い？あ、そういう時こそ集中モードじゃわ。集中モードのボタンどれだっけ？これじゃあ。あれ？集中モードは？あれ？集中モードが出えへんぞ。どういうこと？あ、体調悪いんか。あ、体調が悪く、あ、体調が悪いけん、うつむいとったんじゃ。集中をすることはできない。しかも、歩行速度やダッシュも、ままならんような感じになったんじゃ。あー、なるほどね。ってことは自力、おーな、うん、蜂蜜みたいに見える。いい意味で捉えれば、蜂蜜みたいに見えるわ。ドラム缶ごとで、ドラム缶で購入するとか、プーさんレベルやな。蜂蜜好きが。プーさんでもそこまでするんかな。あ、え、めっちゃ道塞がれとんで。なにこれ、なにこれ。なんなんこれ。なんかいろいろ散らばっとるしさ、床に。何が起きてんの？ん？聖堂の雰囲気がいつもと違う。すごく、すごく嫌な予感がする俺もだよ。こっからなんか進むぞ。みんな、行くぜ。なんだよ？おっと、いきなり神父さん。ロゼ、待っていたよ。神父様、グレッグがいないの。それに、ベティが。ベティ？ああ、ベティ。彼女は残念だった。かわいそうに。ベティは素晴らしい子だった。なのに、あんな無駄死にするなんて。全然かわいそうにって思ってないだろ、お前。どうせさ、一人の実験材料がなくなっただけだよみたいなぐらいに思っとうだろ、お前。無駄死に？どういうこと？どうして無駄なんて言い方？ロゼ、誤解しないでほしい。私はベティに何もしていない。むしろベティはプレゼントだったんだ。君へのね。どういうこと？どういうこと？意味がわからない！グレッグ！グレッグはどこ？彼は優しかった。ここにいる誰よりも、優しさは人を強くもするが、弱くもする。グレッグは素質はあったが、私たちを理解できないだろう。だから箱にしまっておいたんだ。人形みたいに言うな、お前。大事な人形を箱にしまっておこうね、みたいな感じに言うな、お前。箱にしまう？必要のないものだといない。個人も私も、もちろん君を。ずっと、ずっとこの時を待っていたんだよ、ロゼ。君を初めて見たとき、感じたんだ。この子なら、終わらせられるってね。何を？やめて、そのニヤッとした顔やめて。そんな街で、そんな顔でね、渋谷とか歩いてみ、通報されるで。どういう意味？興奮しているせいかな？体が熱くなってきたよ。はい、おまわりさん、おまわりさん、こちらです。変身者がいます、こちらです、こちらです。いや、これは、そうか、これはベティと同じ薬か。もうあまり時間がないようだ。すまないロゼ、君にはもっと時間をかけたかった。何？私が描いた物語、知りたくないと願う女の子の物語。はあ、やばい。よ、教会に火ついてる！火ついてる！ローゼ、最後の章を見せておくれ。なんだい？なに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 ？この教会は、父が建てた場所。悲しい思い出が詰まった場所。孤児も、皆死んだ。君も、これから死ぬ。
神父様やめて、はあはあ、全部終わらせる、始めるために終わらせるんだ、始まりの終わりをやめろ、話が通じない、もう行っちゃってるもんね。ずっと想像してたんだ、その人形のような顔がどういう感じでどんな声で嘆くのか。あー、変質者がいます、殺人犯になりそうだ、変質者がいます。くそ、目がかすんできた、あと少しなのに。なんだ、ルイス神父も何か病気にかかっとるんかな、病で侵されてもうそんなに長くないんか。は、神父様の手が力が弱まってる、今なら決定、やばい、ゲージが上がんでないかやばいこれいけるんか、俺頑張るよだけど結構やばー、これラグがあるんか、エンターキーのあかんで、エンターキーの認識そんなしてくれんで、無理じゃ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 このゲームクソゲーか、無理じゃあ、クリックでやればいいんか、クリックでやればいけるかもしれない、あ、いける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 、クリックでいける、決定機クリックでいける、クリックでいける、クリックならいける、エンターならちょっと認識が甘いけど、しかし、あー、使えるあと少しだろ、あと少しだろ、あいだー、使えたあー、なんだろうな、やっぱ重いゲームやけんかさ、クリックとかエンターとかの認識がさ、ちょきちょきできないんかもしれんな。ぐっ、目が見えない、あの時の死んだ時のベティと同じ、これじゃもうロゼの顔が見れない、ロゼどこだ、ロゼ、ヒガ、なんとかしないと、集中して落ち着けばなんとかなるはず、反撃のチャンスが来るまで、あ、集中モードは展開できるんですね、なんかあるんだろう、情報っていうか必要なもんが、あー、もういい、なんかあるかな、な、あー、前だー、火の上普通に通ってる、俺丸めれば投げられるんじゃないのよ、やばい、反撃のチャンスが来るまで、あ、火がついたままの門がある、こっちの方が足が速いけん、とりあえず一旦距離離してアイテムを拾う隙を作ろう、なんか早だって、なんか剣持った、あいつ俺が拾おうとした剣持ったあー、思いてててね、火が、あ、火のところ通りそうだった、危なかった、あ、これは重い、あれ重い、重い、重いんよ、このゲーム重いんよ、あー、はよ、持ってくれ持ってくれ、持てるんだったら持ってくれ、重いんよこのゲーム、重いよもうあ、石ころ、じゃあ石ころにするわ、なんだこれ、チャンスタイムとか始まったけど、これじゃあダメみたい、シンプさんもひるませるような何か、意思じゃなかったらしいです。あー、一旦下がれ。そう、剣が、火ついたなんかあるんだろ、あ、疲れてんな、あいつ。よっしゃ。だったら今のうちに、集中してこれ拾えばいいんじゃない、来た、ちょうど隣、クリア、よっしゃ。ほう、ほう。いいよ、いいよ、ルセ、ちょっとでも楽しいよ、いいね、95点、ひそかみたいになってる、お前さあ、言動がひそかみたいになっとんよ、お前ハンターハンターじゃないやけど、このゲームは、あー、それはなし、それなし、それはなしだろ、お前最悪だね、本当はこの手で、この手で、指で君の命が消える感覚を味わいたい、でも残念だ、力が入らなくてね、こんなものに頼ることを許してくれ、ずる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 、そんななし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 な、なしそんななし、ロゼ
ロゼ、誰かの声が聞こえてくる。相馬どうか、ロゼってば誰だよ。あー、死んだブロー魂が出てきた。やっと僕の声がロゼに届いた。ずっと呼んでるのにロゼ気づかないんだもん。そういうところじゃないからだよお前。てかどうしたセーフ、天から抱えかけてくれる。あ、本当よ、私たちずっとロゼを呼んでたのに。状況を見てください、そんな余裕ないんです。わかるだろうが。わ、神父様すごい怒ってんじゃん。このままじゃロゼ殺されちゃうね。お前は黙ってろ。お前俺にこっちに手貸さないだろう、どう考えても。お前は黙ってろ。え、なんで3人がいるの。いや、ここに来てさ、おらんの、他のはおらんのかって。ベティおらんでないから。なんでって、ロゼがそうしたんでしょ。そんなことよりやばいって、神父様めっちゃうこ、このままじゃ死んじゃう。危機感ないよ、めっちゃうことか言うあたり。ロゼ、あなた、私たちずっとあんたを呼んでた。でも私たちの声は届かなかった。まあ死にそうになってるからか、今は聞こえてるみたいだけど、うん。死の世界に近づいたから聞こえるようになりましたみたいな展開になってる。でもあの子の声なら聞こえてたはず。そうでしょうロゼ、あの子の声はロゼに届くんだ。だからちゃんと聞けよ。ほら、また。私はあなたに生きてのロゼ、集中してロゼ、集中して。オッケー、集中します。誰か知らんけど、さようならロゼ。集中、どうすればいいんですか。集中しましたけど、ないかなーあーいー、ないかなーあーいー。バンバン撃ってきてる、銃声が聞こえてきてる。外してしまったようだね。あ、避けれたんか。じゃあこれはどうかな。神父様、だいぶ具合が悪いみたい。きっとスキルができるはず。えい、集中。銃声が鳴り響いてくる。全く関係ないんよこっち。エイム悪すぎる、神父様のエイムが悪すぎる。エイペックスレジェンドだったらカモにされるで。お前で赤いやつが銃弾か、これ赤いやつよう見たよこれ。避け切ったな。あ、食らったんか俺。あ、食らっとった。わからん、わからんよ。いや、ラグいんよって。結局だからこのゲームめっちゃラグいゲームやけんさ、どれがどれなんかっていうのいまいちわからんのよ。赤いに飛んできよんな、よう見たらちゃんと。あ、これってまた。アクション要素あるんだったらこんなラグいゲームしちゃダメでしょ。もうちょっとカルーできんかったんかなって俺は言いたい。グラフィックとか優先とかじゃないでしょ、アクション要素があるんだったら。うまいこと通った、でもそんなうまいこと通った、でもそんなうまいこと通った。まだ台に来るんかな。来た、こうよければいける。うまい、なんと、あー下触ろう。あーうまい、うますぎる。第3波来るぞ。近づかなあかんのか、近づいてなんか、あー反撃に使えそうとかある。反撃のロロシド、あいてー。なるほど、剣拾って近づいてやらなあかんのじゃ。逃げおるだけじゃあかんかったか。じゃあもう早々に拾うぞ。よっしゃー、ナイフを手に入れた。よっしゃー、かいくぐって近づけていくことかな。これはもう先手必勝じゃ。はい、撃たれる前にやる。はい、せめてこっち向いて撃て。あれ
あ、刺さった。このゲームラグすぎて銃が飛んできてから、弾食らってから刺したんやけど。それでいいんか、ええんかこのゲーム、ええんかこのゲーム。やっと捕まえた。え、どういう状況、どういう状況、どういう、あ、うん、いけるんか、とりあえずいけるんか。なにこれ、あ、ボートにあったやつかこれ。あ、ボートはだけどな。昔々、一人ぼっちの病気の女の子がいました。その病気は、どんなお薬も、どんな方法でも治りませんでした。女の子は毎日毎日、海を見ながら泣いて過ごしました。死にたくない。もっと生きたい。そう思いながら。マメイド。ある日、女の子の前に人魚が現れて言いました。病気のせいで毎日泣いてるのね、かわいそうに。声があいつなんよ、ぽっちゃりくんめ。そうだ、私を食べ、私を血肉を食べると不老不死になると言われているの。そんなことをしたら人魚さんが死んでしまうわ。これ ロゼだったいいのよ、私は生まれ変わりたいの。人魚ではなく人間として。私一人ぼっちのアダムでしょ。でも今のままじゃ私は海で、あなたは陸でしか生きられない。一人は寂しいの。あ、食べてる。あそこ食べるんやな。ヒレの部分くんやな。人魚の涙を見て女の子は食べることにしました。朝、女の子が目を覚ますと、病気はすっかり治っていました。私は、ママと同じ病気。あ、必ず死んじゃう病気。ママが人形になった日、浜辺で人形を見つけたの。ママが読んでくれた絵本の通り、人魚の内臓を食べてから元気になった。でも、またすぐに苦しくなった。食べなきゃ。食べなきゃ。私、死んじゃうんだ。あ、人魚がちょっと病気を遅らせようんやな。しかし、食べ続けないといかんみたいな感じ。これがどんなストーリーに関わったのか全然わからんけどね。神父様、死んじゃったの？ロゼ。このままじゃ死んじゃうよね。なら。あ、食べた、食うか。神父様の親族運が。なんだか変な味。ジェフとキャロル、エリオットは美味しかったのに、美味しかったのじゃねえんだよね。お前が食いよったんか。え、3人が死んだってお前が食いよったん。わあ、記憶がないまま俺このロゼを操作し続けよったんか。え、じゃあロゼに怖いだのにみんな死後の状態で語りかけてくれよってこと。どういう状況なんこれ。ノワール、ロゼ迎えに来たわ。ノワール、驚かないの？私、ずっとロゼを見てきたから。それよりも、ルイス神父は、どう？変な味がする。食レポせんでええねん。これを飲みなさい。薬？何の？大丈夫よ。ただの義足だけから。さあ、行きましょう。ま、シェリー。え、ノワール先生は、すべてが分かった上で、ロゼの味方だったんじゃ。全部知ってたノワールとなら、一緒に生きていけるかな。うん。一緒に生きてみたい。うわあなんじゃこりゃー。なるほどね。
結局のところ全部ロゼが殺したんじゃ。記憶のないまま、みんな食い寄ったんじゃ。へえ、そうか。ただそれだとしたらベティがさ、目とか口から血吐いて死んだのは何だったんだろうな。自殺してるやん、グレッグ自殺してる。グレッグな、どういう死に方したか全然知らんかったけどさ、死んだかもしらんけどさ、おらんみたいな感じになっとったけどさ、あーもう誰も救われるんかなって。誰かで、ノワール先生は何もなかったでしょ。ノワール先生何もなかったでしょ、お前。自分で薬の実験台になって死んだみたいになってますよ、あの。幕引き。何の、何の、神父様の目的も全然わからんし。どういう物語だったのこれ。エンド1。チュードレンズストーリー。全貌が全くわからんまま終わってやったけどな。ずっと前から見てきたわ。私は、あなたのすべてを受け入れる。境界編、裏。何それ。ああ、スタート画面変わってる。そうか。なるほど。一周目で表の部分を見せて、二周目から裏のルート、裏の部分が見えるっていう、そういう、二周構成だったんじゃ。ああ、なるほどね。じゃあ、次回、その裏ルートをやっていきたいと思いますので、とりあえず今回一周完結ということで、終わりですが、まだまだ話は続きます。裏で何が起こっていたのか。あ、こういう構成いいよね。フリーゲームでちょくちょく見るけど、こういう構成いいよね。一周目は謎のまま終わって、二周目で裏が明かされるみたいな。そういうホラーゲームちょくちょく見るけど、そういう構成いいよね。というわけで、二周目も楽しんでいきたいと思いますので、次回の動画楽しみにしておいてください。皆さん、今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がお済みのじゃないことは、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。週明け。